は,い、こんにちはえー、このチャンネルではですねラジオ形式でビジネスマン向けに役立つ情報を発信していきます本の内容とか、えー、副業の仕か雑談とかですねで,で今日は雑談なんですけどもあのですねまたちょっと「進撃の巨人」の話をしたいんですよえっとですねあの「進撃の巨人」私かなり読み込んでるんですけどあの今すごい面白いとこでまあ今というかずっと面白いんですけどあのー リヴァイ兵長,、ね、リバイ兵長私この間、まあ、過去の動画でリヴァイ兵長完全復活すると予測したんですよ。であのちょっとおさらいするとあのー、結論から言ってリヴァイ兵長もう完璧にあの今傷負ってるじゃないですかあの爆発でねああいうのも全部治ると思ってるんですよ正直。あのー、まさかあのボロボロの状態で漫画終わるとは思ってなくてあのー、治ると思います。あのー 今あのー、周り側のね兵士戦士か戦士と会ったじゃないですかであそこで、まあえて周り側の戦士と遭遇するっていうところがもう完全に治る治るんですよ治るっていうその流れになってるんですよと思うんですよね、うん、多分周り側の戦士はアッカーマンについて結構情報を持ってるんですよ「あの巨人科学の副産物」っていうふうに言ってたじゃないですか。 なんで、あのー、何か知ってると思うんですよ。あの、こっちのあのー、エルディア人かエルディア人側パラディ島側が知らないことを絶対なんか知ってるんでなんかねアッカーマンの秘密の一つとして例えば注射を打ったら再生するとかね巨人にならないで再生するとか多分そういう何かがあると思うんですよね。うん。だから そんなこんななこで岩井平長ってていうのはは完全に復活すすると私は予想してます、うん、でね最終的にはそのエルヴィンとの約束を果たすと思うんですけどもちょっと疑問なのがあのー、少し疑問なのがジまあ簡単に言ったらジークを倒す獣の巨人を倒すって約束したわけじゃないですか。で獣の巨人を倒すんだけどあのー。 結構今、獣の巨人がもう敵なのか味方なのか分からない微妙な状況になってるんですよね。あのー、今、倒したところでみたいなとこちょっとある、あって、今、そのエレンがね、あのー、あの巨人、あのでかい巨人発,発動させたじゃないですか、壁の巨人を。で、そういう状況で、今、今の状況でジークを、 獣の巨人を倒しても物語的にどう変化するのかな？っていうのがちょっと微妙なんですよね。うん、も、ま、う、あ、すごいもの。すごい悪として8。裸ってるんだったらいいんですけど、特に今倒した。ところで、何か物語の変化がどう？まあ、一応約束が守るということになるんでしょうけど、そこはね。ちょっとあの予想ができないんですよね。うん。最終的にはやっぱりあれだけ。もう確実に誓うって言って言ったんだから。多分。 あのー、最終的な約束を果たすとは思うんですよ物語的にうんただ物語の変化的にね今例えばリヴァイ兵長が完全復活してジークを倒したとしても、まあ、今そこじゃないかなっていう感じもするんですよね今あの今問題はそのね壁の巨人が世界を滅ぼしにいってるじゃないですかそこそこになってるんで うん、そことの兼ね合いがどうなのかなっていう,うんとこですよね。はいなんで、うん、まあ今後の予想として何か「進撃の巨人」にすごく読み込んでる方であの僕はこう思うみたいなのあったらコメントとくくれるとありがたいです。うん、また違う違う予想してる人でもいいんで、うん、なんか今すごい面白いとこなんであれですねあの次楽しみですよね。うん まあ私の予想はもう完全にリヴァイ兵長は完全復活とううんもう傷も治るうんやっぱりねあの英雄ですからあのあのまま終わるってことはまあないなと思いますねうんそれに復活の流れ復活の伏線を回収してるというかなんかどんどん復活に向かってる感じしますもんねなんか偶然あったりとかうん そう、っていうとこですね。はい、何かありましたらコメント、いいね、チャンネル登録とお願いします。ありがとうございます。